クロスボウ来ました。これはレーシングバージョンなの？クラブスポーツって、まあ、一応コード、サーキット走る仕様みたいな感じですね。ああ、そうなんだ。ロールバーが鉄になったりとか。うん、普通のクロスボウより速いんでしょ？これはいじって速いですけど、うん、この、なんで、クラブスポーツとグレード自体は中身は一緒です。あ、そうなんだ。安全性だけ、GT3、GT4 のレギュレーションに、うん。取ってるっていうだけで。へぇー。すごいなぁ。この辺とかが違うんですよね。この突起とかが、うん、ここから頭が出ちゃいけないとかいうレギュレーションがあるんで、あ、はい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 、そういうやつに そこちょっと肩上げしてたりとか。これカーボンなの？これも。これが普通はアルミなんですけど、うん、クラブスポーツは鉄だったりとか。へえ、いや、もうすごいとしか言いようがないな。すごいですね。そんな金はなかった。いやいや、こういう車を。シート硬い。シート硬いね。カチカチだね。うん、すごい。これレーシングカーだね。こんなのついてるしね。すごい。ああ、そういえばミニハンドルなんだね、これ。そうそう、イギリスから、イギリスから入れたんで。あれ、ズームにあったやつは左ハンドル、左ハンドルだったね。左も両方あります。ああ、そうなんだ。あ、ここ見えないんだ、カバーまで。カバーかけてある。ああ、そうなんだ。普通スプリングが見えるよね、ここね。すごいなぁ。雰囲気的にはそこにカバーかけた方がいいんで。うん、いや、こんなによくできてるといじれないね。故障もしないんだろうけど。普通のクロスボウは結構間近で見たことあるけど、はい、こんなオーラはないな。これ何なんだろうな。ウイングついてるからかな。こんなダクトもついちゃってるしさ。これ最初からついてたんですか？僕が買った時にはついてました。これどこ行ってんの、これ。ここからね、コースを通ってミッションケースのところに風を当てるような感じ。あ、そうなんだ。それでもミッションが熱くなってダメですけどね。こんなのもないよね。ないです、ないです、はい。すげえわ、これ。いや、こんなにすごいとは思わなかった。普通のクロスボウのちょっと形が違うぐらいかなと思ったんだけど。全然違うね、普通のやつと。こんなスプリッターでついてるし、5台ぐらい後ろ入ってたんで、なんだこの車。これついていこうと思ってずっとついてきたけど。これってダラーラの設計なの？そうです、車種はダラーラ、うん、KTM が企画して、そう、ね、ダラーラが設計して、キスカデザインがデザインしたですよね。KTM は何やったかっていうと、企画と販売とかね。でもすっごいよくできてるもんね。リコーダーのモノコックを2つこうくっつけたみたいな感じ、ね、うん、うん、そうだね。なんかフェンダーも違うよね。フェンダーちょっと違いますね。でちょっと こんなのもないしね、普通は、うん、つけてる人多いですけどね。あ、そうなんだ。レース使ってた車だから、タイヤが当たらないようにっていうのが、うん、タイヤ同士が当たるとね、危ないですからね。うん、なんかここもウイングになってるね。
いや、ダラーラの設計で一番すごいなと思ったのは、ここが薄くなってるってことなんだよ。あ、これあのクラッシュした時にタイヤが取れて衝撃分散するっていうフォーミュラカーの手法だと思うんだけど、俺普通のメーカーはやらないよこんなペラペラにここするなんてね、うん、この車もっと売れていいと思うんだけどな。売れないですよね、特に日本では全く売れないですね、こんな値段じゃ作れない車だと思うんだよ、ね、あのフルカーボンだしさ、カーボンモノコックのバスタブだし、多分でも作った車の半分ぐらいはあのレース用っていうかで使ってるみたいですけどね、うん、あ、そうなんだ、うん、下回りもすげえな。ラジータもかっこいいよね。これ最高いくつまで出るんですか。そんなぐらいですよ、250ぐらいですかね。どうしようか、シートベルトがマジのシートベルトじゃん。僕三段なんで、三段なんで、三段なんで。いや、遊園地のジェットコースターでもこんな緊張しないぞね、これうん、違います、違います、これを、これで、うん、イグニッションオンにして、うん、で、スタートこのボタンです。あ、これなの。はい、はい、やっぱ現代のエンジンだからすぐかかるね。じゃあなるべく丁寧に走るからね。なるべく丁寧に。あとハンドルね、あんまり切るとここが当たるんで。あ、そうなの？はい、うん、分かった。多分当たったらゴリゴリ言うんで。うん。タイミングが崩れてるけど。大丈夫？大丈夫？思ったより静かだね。マフラー変えたんですか？あ、そうなの。あ、ハンドル切れねえ全然。がっちりしてんな。前がすっごい短い車に乗ってる感じがする。そうですよね。あ、フットレストない、これフットレストないんだ。しかも買った、ゴーカートみたいですね。そうだね、マシンって感じ。
がものすごく難しい。あのちょっとでも振るとどん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 加速していっちゃうし、日曜日にドライブで楽しもうかって車じゃないね。まあ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 。マジのレーシングカーだわ。そうですね。マジの。本当にヘルメットかぶって、ハンスも巻いて、もうねくっつけてやんないと。かぶってた意味がよくわかります。かぶんなきゃダメだねこれはね。セブンは別にヘルメットいらないけど、これはいる。これをバックで入れる自信がない。でどうやって止めんの？ここ？いや、あそこで止めんのか。もう決めちゃえ。この車やばいね。早いでしょ。早いとかっていう問題じゃないですね。あのね、スパーンっていきそうな感じがする、すごく。うん、すごいですね。多分全長が短いせいだと思うんだけど、すごい、とにかくすごい車、とにかくすごい、もう一言すごい以外何もでもない。なんかね、圧倒されるこの車。そうですね。そしてやばい。やばいよ。すごいしやばいし一緒、なかなか、いやー、今までにない経験をした。いや、すんごいドキドキしたこれ。本気ですごい。吸気音がすごいね、この辺から。そうそうそう、後ろにダースベイダーがいる。しっこーって言うしさ、パシパシオンとか言って追われてる感が満載みたいな。これレーシングタイヤだよね。俺タイヤ見ないで出ちゃったけど、 S タイヤ、ほんのちょっとアクセル踏んだらギュアっていってさ。お、やばいこの車、ほんとやばい車っていう感じするんだ。サスペンション全部ショックは変えてあるし、
て多分3倍ぐらい高いかな。ああ、ね、そうなんだ。フロントのマテリアル、うん、硬いもんね、ものすごくね。でもボディ全然しならないでしょ、うん、ボディもがっちりしてるし、サスペンションも硬いし、あのタイヤの接地感がものすごくある。そうです、タイヤこんな太いタイヤ入ってる感じがする。フロントがなかなか温まらないですよね。うん、水分とは全く感覚が違う。フロントスカスカですもんね。前がものすごく短い車に乗ってる感じがする。フロント何も、まあサイドラグだから重いもの何もないんで。そうだよね、うん、きっちり荷重かけてやんないと曲がんない。うん、素晴らしい。いや、雑誌とかさ、ネットの記事でもこんなにすごいってことは書いてないじゃん。ね、もっとちゃんと伝えた方がいいぜ。そう、ね、もっと売れていいと思いますけど、ね、これさ、もっと売れていいよ。今こう上ついてるのもあるしさ、みんなこの凄さを伝えなきゃダメだよ。屋根付きもある。屋根はこのくらいなら結構、うん、パイプすごいな、こんなの壊れても直せないで俺。いじれないもんなこれだとな。これはぜひ取っとこうよ。こっからシコーはシコーって言うんだよね。エンジン出ればな。エンジン中見てみたいけどな。エンジンあるじゃないですか。あれなんかさ、あの、なんていうか、僕なんか作るんですけど、例えばここのラインとか、あいつに磨くと。ゴールも面白い。日本は少ないけど。多分あのまたお会いすることになる。なんか助手席の構造もすごいんだけど、これすごいじゃん。階段みたいになってんだよ。そのそこにバッテリーが入ってる。ああ、そうなの。バッテリーとか大変。なんなのこの階段。誰かに発見してもらえるところでやらないと。凄まじい車だ。もう走ってる時は会話が一切できないという。そうそうそう。入れるかい？ここ入れる？行けるでしょ。ちょっと当たった。
入れちゃえば。多少歩いてもいいでしょ。止まった。エンジン止まるとホッとする。すいません。これなんでこんなすごい車っていうのは誰も言わないのよ。どの記事見てもネット見てもこんなにすごいなんて書いてないじゃん。ただ標準はそんなにあの変な刺激はないんですよ。そうなの？はい、あの おとなしいです。そうなんだ、はい、ファミレス来るだけでもだいぶ OK。